見えるカイカメルマガこんにちは一般社団法人開花子どもの様子を見て、なんか昔の私と同じことをやっちゃってるみたいなときにです、ね、つい親から子どもにきつく叱ってしまうと、だけど、なんか昔私もやってたけど、なかなか子どもにね、謝りにくいとか、自分を治しにくいとかいうところですね、えー、その部分のところから親子関係をか、えー、格段にこう良くしていくと。 というか自分自身と自分と自分自身との関係を格段に良くしていくというところのお話に入っていきます。では、早速に画面の共有です。こちらです。うちの子が昔の私と同じことをしてるみたいな、そこを解消していく量子力学の話に入っていきます。ね、このありがちなパターン、なんか私への反抗の仕方が昔のね、子供の頃とそっくりとか、あとは、 なんかもう小学校3年生なのにもう泣いて恥ずかしいけれどなんか私もなんか昔そうだったなとかあとですね、えー、こちらも相談いただくんですがうちの子も私と同じように離婚しちゃったと私が悪かったんだというようなところですねで過去のことをなんかこう胸をこう掘り返されるようなえぐり出されるような感じにですね非常にきつい時に相手を治しても治らないとでつい。 その相手子供に当たってしまう、でも相手は結果ですと、そんのなの分かりきってるかもしれないんですがで、素粒子というのはですね、時間の関係がない、時間が関係ないと、どういう意味かというと、素粒子の存在確率に比例してくるです、ね、波動関数、こちら、プサイの x、y、z、t っていうのがあるんですけども。 で、これ見た瞬間に、うわーやばーみたいな感じでですね、あの YouTube じないで引き続き聞いてもらいたいんですが、すごく重要で何かっていうと、過去を癒せていきます。この仕組みがあるので、過去が癒せると。えどういうことということなんですが、このプサイっていうのは物質側のですね、アップコークとかダウンコークとかそっちの方になってくるんですけども、で、この XYZ と T4 つあるうちの最初の3つがですね、 どこです縦横高さで。これはハワイなのか、埼玉なのか、沖縄なのかですね、中国なのか、どだけじゃなくて、お月様なのか、アンドロメダなのか、全部 XYZ です。で、t は時間です。いつ。つまり、この場所と時間を代入できると。素粒子の方程式の中に。っていうことです。 でこれセミナーでお話ししたら、なんか代入って久しぶりに聞いたみたいに言われたことあったんですけども、これ、どういうことかというと、ですね例えばですよ、この子供が私が昔親の、親に対してやって,やってたのと同じ犯行を私にやってると感じたときに、その嫌な感情が30年前のことなのに、リアルに今感じられることありますよね。なんか私とそっくりだなみたいな、リアルにこう感じられると。 それは何をしているのかというと、その嫌な感情というフォトンの波動関数の t <laughs>、e、のところに30年前を代入して、XYZ の,のところに今のこの家っていうのを代入して、その嫌な感情を今ここで、この場所違うところでだと思う、実家と、ね、家と、ね、違うところだと思うんですが、場所ここで30年前なのに今感じてるみたいな嫌な感情を今ここで感じられてるんですね。 そしたら逆のことすればですね、今その感謝とかおかげでとか、あ、ここだったんだな、ごめんね、みたいなのを、えー、30年前のあっちの実家のところに代入するみたいにするんですね。その嫌な感情っていうのは波ですとで。波っていうのは、いつもやってるように、高いエネルギーが低いエネルギーに影響を与えるというのがありましたね。で、今、感謝とかおかげでの振動数が <laughs> ごめんなさい、かつての低い振動数に影響を与えられます。自分が、ね、親に反抗してしまったとか、そういったところの周波数に対して、今、あここで気づかせてくれたんだ、親はこういう思いでやってくれてたんだということで,です、ねえー、低い周波数に対して、今、あそこで気づかせてもらってありがたいなというふうにおかげでの周波数をかけます。でつい子供に対して、ね、強く言ってしまうと。 ででも、お子さんにですね、ああだこうだこう言ってしまうんですがその前にですね、えー、根本原因が治れば勝手にお子さん良くなるのでこの30年前の私が親にやった行為にですね、私が私にごめんなさいをするとああ、そうやって悪かったなとかあるいは親御さんにごめんなさいをするとこれはリアルに親に向かってしなくても自分が周波数として悪かったなという周波数が出れば大丈夫です。 あと、私が、私自身へ愛の拡大をすると。こうやって子供を受け入れようと。えー、こうやって反抗親に反抗したというところを受け入れようと。あとは、あるいは自分が反抗からこう乗り越えてきたとか、この悪いことをしてしまったことに対してどうやって乗り越えてきたかをもう一度確認して、それをですね、自分のツールにさらにこう強くしていくとか、愛の周波数でですね、上書き保存すると。 でそのことをお子さんにですね、ね私も、ま、ママもこうだったのよとか、お父さんもね、昔こういうことあったのよ、あったんだみたいな話をですね、しながらで、こうやって親はこう思ってるんだみたいな話をやり取りしてあげるとかですね。で、そうやって自分自身の振動数が変わったときに、勝手にお子さんが変わってます。です。で 例えばね、子供が学校行きにくくなってるとかっていうのも、自分自身の周波数が変わった瞬間に勝手に子供が変わってます。なぜならば、この世の中は、物質そもそも目によってこう物が見えてるだけで、あと静電気力によってこう物質が触れるだけで、そもそも静電気力もこの原子も全部素粒子です。素粒子で波でしかない。で、本当はエネルギーでしかなくて、 エネルギーでつながり合ってるから、お子さんも勝手にこう変わってきます。で、中央、ど真ん中に答えがあります。親から一方的に子供に言うとかではなくて、自分の過去がどうだったかなっていうのを現象を見させてくれます。で、自分のかつての出来事の再確認を周波数としてさせてもらってます。で、自分が意識が上がってますと。そういう私だったら、過去の出来事をどのようにもう一回見れますかと。で、その確認を お相手が出来事としてて見せてくれただから上から目線で言ってしまうんではなくてど真ん中の中央にです、ね、答えがあります。私と子供のど真ん中に答えがあります。親から子供に一方的に言うんではないんですね。何かこう出来事が起こると子供が反抗してくれるとかです、ねえー、まあ離婚しちゃったとかっていう現象が起こるというのはあなたが出した波がその場を作ってるからあなた自身への確認です。 そこで愛を出せますかと。で、一週間目にやったことかもしれない、半年前にやったことかもしれない、数十年前にやったことに対して、自分自身がやったこととか、乗り越えてきたことを、もう一度現象が見せてくれる。で、それをもう一度こう確認させてくれると。で、私自身、自分自身の魂さんをますます、こう、しんどそう深く、周波数を広げてくれてるということなんですね。で、お相手とかお子さんに対してですね、質問に答えるときに、 昔の私はどうしてもらいたかったかなとか、昔の私はどうやったらこうシフトしたかな、成長したかなっていうところをお伝えすると。あんたこうした方がいいわよじゃなくて、お前こうしなさいっていうことじゃ,じゃなくてですね、私はこうやってきたんだよ、お父さんこうやってきたんだよということをただ伝えると。で、周波数としてシフトした周波数を伝えると相手は波なので勝手に根底で揺れます。ただ、 あの言葉で一方的に親から目線で上から目線で周波数で伝えると子供はうって聞きたくないってなるので親からの上から目線ではなくて気づきの周波数を伝えていくですねそれが最高の答えになっています絵で言うと例えばこのねこれっちママですでこっち子供ですとで子供がもう泣いてないでしょうがないとでその時にかつての私が 昔のね、子供の時の私が泣いてたと。だけど、その時私はどうやって乗り越えたかなとか、自分にどうやって慰めてきたかなとか、あるいはかつての私が泣いていたことを、本当はどうしてもらいたかったかなみたいなところを振り返るんですね。現象として子供が見せかつての、かつても今、畳み込まれてるので、波動関数に t を代入できるので、30年前、20年前の私の t、時間を今見せてくれてると。で そこで、あ、私は本当はこうしてもらいたかったとか、泣いちゃダメでしょみたいに言われるんじゃなくて、あ、つらかったよねとか言ってもらいたかったとか、あるいは私自身がどう乗り越えてきたかということをお子さんにこう伝えると。っていうふうに、かつての自分自身の再確認をさせてもらって、自分の愛を拡大ということを確認させてもらっています。つまり、一方的に親から目線で言うんではなくて、えー、トレーナーさんには説明してるんですけども、ど真ん中に答えがある。 このど真ん中に出して、で、子供もど真ん中に置いて、私もど真ん中に置いて、ここに答えがある。と一方的に親から目線で言うんではなくてですね。です。ど真ん中に答えがある。中央に答えがある。で、相手と私のど真ん中に答えが存在します。で、この話は、お子さんだけじゃない、親子関係だけではなくて、 会社のスタッフさんに対してとか、あなたとおつぼねさんに対しての関係とか、えー、パートナーとかですね、自分の旦那さん、奥さんとか、あるいはビジネスパートナーとの関係とか、近しい方、すべてにこう周波数なので、素粒子の周波数なので、す、え、べ、ー、てにこう起こっています。だから、おつぼ根さんとの関係、男性と年上の女性社員との関係とか、女性と年上の女性社員,女性社員との関係とかっていうのは、 母親に対しての周波数だったりですね、に母親にどう思ってるかのエネルギーが溢れてる感じですね。で、世の中のカウンセリングとかヒップノねでこうやって治っていくっていうのはですね、えー、素粒子の特徴を使って <laughs> XYZ と T を <laughs> 代入してると。で、本人が出してる波を変えるから現象が変わってきています。<laughs> なので、 まとめると、私と相手のど真ん中、中央に答えがあります。一方通行ではないですね。親から目線、上から目線ではなくて、えー、ど真ん中に答えがあります。親から子供へ、ごめんなさい、えー、指導するのではなくて、そもそも私たちっていうのは周波数波でしかないので、人間同士であって、魂は周波数です。ヘルツです。であって、周波数同士なので、 すべ、えー、て自分自身の魂の成長、つまり愛の拡大のために生まれてきているので、一方的にこう言う、スタッフに、部下にこう言う、指導するだけではなくて、自分の気づきのために現象が起こっています。かつての自分はどうだったかな、新入社員に入った時の自分はどうだったかなというところを再確認させてもらっているんですね。ということでですね、この全時間的にも、全空間的にも、自分をこう振り返りながら、 現象が起こった今出来事が起こっている現象に対してかつての自分どうだったかなとそういうところを見させてもらってですねで特に子供に対してはお父さんもこうだったんだけどねこうしてきたんだよとかお前,もお前もこうしたいよねみたいな形で自分自身のこともこう対等にこう話せる形をしてあげると子供もも、えー、親に対してですねこう自然とこう話せる関係になってくるかと思いますということでですねぜひ私たち自身がですね、えー、気づいた人から 自分自身との関係を自分をすごく良くしてあげてですね、えー、一方通行で上から目線ではなくてですね、えー、そうやって生きれば、ますます素敵な世界が広がっていきます。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら